はい、いいっすよ。お世話になっております。はい、お世話になっております。次は ISO 感度を変えて撮ってみます。はい、まず僕のソニー α7 III で撮ります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ撮ります。はい、25,600。25,600。はい、じゃあ撮ります。あ、笑ってる、いいですね、よかったですね。イエーイイエーイ。あ、ピントが合わない。イエーイ。あ、いいですね。そうそう、このね、なんか笑わなきゃいけないプレッシャーみたいなのを感じてると申し訳ないんで、あの、普段僕いつも撮らせてもらってる撮影よくあるんですけど、誰も笑わないんで気にしないでください。はい、じゃあ撮ります。はい、イエーイイエーイイエーイ。はーい、はい、いいですね、オッケー。じゃあ次、6400。12,800って言ったっけ、言わずに撮ってた。ん、今、ん、あ、言ってます。じゃあ次6400で、はい、はい、撮ります。はい、はい、いいですね。イエーイ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 、オッケー。じゃあ次、3200。次3200です。はい、撮ります。イエスソーハーイ、イエスソーハーイ、イエスソーハーイ、イエスソーハーイ。ありがとうございます。じゃあ次はすいませんね。はい、じゃあ次1600です。はい、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 はい。じゃあ次800です。はい、多分もうここまでで大丈夫です。はい、じゃあ60分。はい、撮ります。イエース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 。ありがとうございます。完璧です。皆さん、いつもお世話になっております。イワナビトンの岩永です。先ほどですね、動画で見ていただいた通り、このような形でね、ISO 感度を変化させながら、撮影してきたデータを、詳細に見ていこうというような内容になります。まあ、ざっくりね、ISO 感度を高 ISO にしていくと何が問題となってくるのかっていうと、やっぱりノイズですよね。だんだんとざらつきが出てきます。ちょっと拡大して見てみきますね。これが、今25,600、ISO 25,600です。で、こちらが12,800。で、3200。で、現像ソフトはですね、キャプチャー1のバージョン20で見ております。なので、このような形で、徐々にね、こう、ディテール感とかノイズとかが、出てくることになりますね。これ、尾藤さんの写真なので、α7 の3ですね。のデータとなります。3200は綺麗だね。6400も、まあ、ここぐらいで許せるくらいかな。12,800だとちょっとノイジーだねっていう感じですね。はい。なので、ISO 感度を上げて撮影すればいいじゃんっていう方もね、結構いるかと思うんですけれども、その場合って最終的なこの写真を使うサイズですね。サイズと、あとはこれが印刷なのかウェブなのか。で、どれぐらいのトリミングで見るのか。まあ、最終的な大きさによって、まあ、使える ISO 感度の領域が変わると思っていただいて大丈夫です。小さく使うんだったら別に、このノイズが気になるかって言われると気にならなくなってくるんで、まあ、例えばですね、これですか？25,600を見ていきますと、確かにここまで拡大すると、まあ、ノイジーだよねっていう話になってくるんです。例えばこれぐらいの拡大率で見るとすると、この ISO 感度は使えないってことになりますよね。けどですね、例えば、もっと引きたいんだけどな、引けないね。もっと小さく、この画面よりももっと小さく使うよって言った場合は、別に、
25,600 でも問題ないわけですね。まあ、より小さくすれば小さく、まあ、最終出力計が小さければ、別に25,600でも大丈夫じゃないですかということは言えると思います。なので、まず、ISO感度を上げていくと、よりですね、ノイズが出てきます。で、さらに低 ISO 感度にすると、ここのあたりのディテール感とかが、豊富になってきますね。ちょっと2つ比較してみましょう。はい。ね、一目瞭然ですよね。なので、こういった違いが現れてきます。なので、その時にね、まあ、使う ISO 感度は、まあ、最終的にどこまで伸ばすのか、まあ、最終出力の状態を、考えて、ISO 感度を決めてください。で、まずこれがね、ISO 感度を変化させていった時にどう見えていくのかっていうことなんですけれども、ただし、ここからね、先なんですけれども、キャプチャー1の20で、まあ、どう見えるのかっていうことをね、詳細に見ていきたいと思います。ですね、前回は、α7 の R3 で、見ていきましたけれども、私の場合ですと、だいたい ISO 12,800 ぐらいまでは使えるのかなと。うん、普通に、まあ、そんなにね、上げることないんですけれども、まあ、頭の中に入れとく数字としては12,800までは、まあ、A4 ぐらいだったら使えるか。というような認識でした。ではですね、今回、α7-3 ではどうなのかを見ていきたいと思います。判断基準がね、私の基準になるのでね。まあ、これは各々、自分でいろいろとね、テストされることをお勧めしますけれども、今ですね、25,600 の写真を見ています。結構ノイジーだね。なんか増感じゃないもんね。ちょっとやっぱり、R3 と比べると、ノイズが結構ひどく出るのかなって感じはしますね。多少ちょっとノイズの出方がやらしい気がします。ちょっとこれは使えないなぁ。で、12,800 を見たときも、やっぱちょっとノイズが多い気はしますね。ただ非常に頑張ってると思います。これキャプチャー1の効果なのかな？ちょっと一回、ノイズリダクションをオフにします。で、ルミナンス上げていきます。ディテールじゃない、先にカラーだ。で、カラーノイズをちょっと除去できるところまでやっていきます。はい、ここですね。で、ディテールを上げます。で、最後にピクセルをやって調整すると、まあ確かに、まあこれぐらいの引きでこれだから A4 ぐらいまでだったらやっぱり12,800でいける気はしますね。で、6400を見ていくと、まあ、6400だったら全然使えるよね。何の問題もないと思います。なので、α7 の R じゃねえや、α7 の3と、キャプチャー1のバージョン20。でいくと、まあ、だいたい6400までは、ゆとりを持って使えそうな気がしますね。6400常用か。私、このカメラ、全然触ってないんで、何とも言えないんですけれども、まあ、6400が妥当なラインでしょうね。もう3200になると、本当に普通ですからね、これ。よいしょ。400%。非常に、まあ、普通で、さらに行くと1600になるともっとね、まあ、これ以上低ISOにすることもないですよね。
で、R3 の方でちょっと発見した人が、アンダー目にとって後から上げた方が綺麗なんじゃないかという疑惑ですね。これについてもちょっと検証していきたいと思います。もともとね、適正露出で取られているので、これをですね、3段上げものをちょっと作りましょう。はい。どれがいいかな ?6400 で3段上げ作ってみましょう。はい。よいしょよいしょ。3段。やっぱりね。うん。全く同じような結果が多分出てる。あ、違うわ。こっちを。あ、いいデータがないんだね。うん。これで見ていくと、まだちょっとこれはっきりと検証したわけじゃないので、なんとも言えないんですけれども、やっぱり、うん、どうしようにもない場合は適正露出よりもアンダーで取って、後からキャプチャー1の20で上げるっていう選択も全然できそうですね、これでいくとね。うん、やっぱり、この、露出を上げた時の、ノイズ?ザラつきの出方っていうのは少ないですね。これは多分各カメラ共通なようです。というわけで、今回ですね、ちょっと違う感じでお見せしようかと思ったんですけれども、まあ、なんかちょっとグダグダになったかなということですね。あとは、ISO感度については、先ほど話した通り、上げれば上げるほどザラつきが大きくなります。ただし、ローデータで撮影している場合なんですけれども、昔ね、6400でもかなりザラついてたと思うんですけれども、新しいね、最新のロー現像ソフトを使うことによって、救える写真が出てきます。なので私はローで撮りましょうねっていうことはよく言うんですけれども、理由としてはそれが一番なんですね。うん。後から、例えばもうソフトウェアの、が徐々にね、良くなっていくことによって、救える写真、その時はどうしようにもなかったんだけど、あとに、それから2、3年後、もしかしてと思って開いた時に、ノイズリダクションがね、かなり強力になってたりだとか、シャープネスのかけ方が変わってたりだとか、っていうことで、まあ、救える写真が出てくる。これ表情いいんだけどな、ノイズがな、とかって言った写真お手元にありませんか?それですね、ぜひ、新しいね、キャプチャー1とは言いません。まあ、ライトルームでもいいんですけれども、何でもいいので、まあ、それでね、ちょっと最新のロー現像ソフトで開いてみると、またちょっと違った世界が見えてきます。なので、ぜひね、そういうデータをお持ちの方は、試してみてください。それではですね、ご視聴ありがとうございました。イワナビトンの岩永でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。